はい。J32021 年も開幕しました。3月14日でしたね。はい。えー、っと、今年は、奇数だっけ、えー、?15 チームかなだから、1位もお休みって感じでしたね。今回お休みだったのは、えー、どこだっけ <laughs> えー、どこだっけえー、アースルクラロ。アスルクラロがお休みでした。 んじゃあまず福島 VS 藤枝から振り返っていきましょう。まあ、両チームともに、まあ、ある程度のチャンスは作っていたんですけども、ゴールを割ることはできませんでした。まあ、藤枝の方結構ね、あの、ベテランの選手が入ったりしたりして。あ15番過ぎたってこれ、去年からいたっけ通算。2020年。あ、去年9試合か。 今年はスターメンから出ているということで、結構存在感が強くなりそうな、惜しいしと思ってましたね。まあ、ディフェンダー陣、やっぱ藤枝は経験があるので、そこで食い止めてた感はありました。エスマイラーをよく抑えてましたね。えで、福島の方はルーキーもいたりして、え、ドーハナドーハナって読むんだよな。はい、この選手なんかもね、ゴールに近いところでプレーもしてたし、うん、面白そうな選手かなって思います。 えー、あとは芝とかね、35番。うん。まあまた、両チームともにちょっと新しいメンバーが加わって、どうなっていくか。まあまだ1試合だからよくわかんないですね。はい。まあやっぱり、押した谷のプレイなんかはもちろん、イマジネーション溢れている感じがあって、まあボールもちょっとワクワクしますね。まあそこの大石とのツートップ、これからどう機能していくか、楽しみなところです。そっか、宮本もいるんだもんな、このチームな。 なんだかんだ藤枝の攻撃は熱いですよね。早く点取ってほしいところですね。はい。福島の方は、十勝はどうなってんでしょうね。知らんけど。うん。まあ、山本、まあ、こぼすシーンもあったっけ。まあ、でもゴールキーパーやっぱ経験がある選手入ってきたんで。えー、まあ、ファンティーニとしてはね、レギュラー取りたいところですけれど、どうなっていくか、このゴールキーパー争いも注目なところでしょうか。 まあ、あとやっぱり鈴木潤、コーナーキックなどね、やっぱセットプレイのキッカーの質が高いので、はい、藤枝はセットプレイ今年ね、得点増やしたいところでしょうかね。うん。なところで0-0でした。あんまりね、得点入らなかったんですよね、J3。で、YS vs 富山1-0。音泉がゴールを取りました。ねえ。まあ、富山に入ってきて、早速点取っちゃったよ。しかも、YS 相手に。 はい。去年の IS での活躍が本当にね、記憶に新しい選手です。大戸泉。まさかね、開幕戦でフルスターだって、しかもゴールを取っちゃうとは。素晴らしい活躍でした。もちろんゴール以外のプレーも素晴らしかった。えー、富山の方は、西部がね、ゴールキーパー先発でございましたね。はい。まあ、あとはそうですね。あ、大野も先発だったね。うん。まあ、やっぱり椎名、花井。 やっぱこの選手はね、富山の中盤の軸になっていきそうだなって思いました。えー、あとまあ、トネも結構、何、ゴール前に絡んでいくシーンとかもありましたね。うん、トネってさ、あ去年19試合か。まあそうだよな、レギュラー掴んでるって感じではなかったもんな。まあ今シーズンは軸になっていくのかもしれませんね。 えっと、あと、YS の方は、あ、ドカ・チャールスを指に作ってましたね。はい。ああいうところを決めきれたらいいですけれども。えー、まあ,あと、神田とかもね、ボールの質は、まあ高く。あー、柳、残念でしたね。ちょっとね、気持ちはわかるけれども、冷静になりたかったところでしょうか。はい。ちょっと残念でしたね。あのプレイに関しては。レッドカード。はい。 まあ、そういったところで、まあ、富山が1点をものにしました。おいず泉の見事なゴールでした。まあ、自分の持ち味をちゃんと富山でも出せております。ということで、YS からしたらね、ああ、いい選手がいっちゃったな、ってところでしょうか。はい。まあ、YS はしっかりと後ろから繋ごうと、えー、している姿勢は見られたんですけれども、まあ、富山もうまいことはめましたね。あと、YS はやっぱり、まあ、上がってくる船橋のカットインのシュートとか、まあ、迫力がありましたね。うん。 やっぱりまあ今年もこの船橋の駆け上がりっていうのは武器になりそうだなと思いました。えー、またそのフォワードがね変わったのでそこら辺早くまあ誰でもいいんで1点取って軸になるフォワードをねちょっと据え置きたいところでしょうかね。富山が1-0勝利。今治熊本立ち上がりとしては今治の方がいいゲーム運びかなとって思ったんですけれども21分浅川。 まあ今年のエース候補ですわね、熊本も。去年浅川って何ゴールだっけまあ結構点取ってた印象なんだけど。えー、11点か。うん、そうだよね。2桁いってたもんな。はい、まあ今年もまあ浅川2桁取ってくれるでしょう、おそらく。えー、このゴールシーンも熊本左サイドの連携が素晴らしかったですね。熊本らしい形な、大きさっからしい形だったんでしょうか。まあ最終的にはね、まあ運が良く。 朝香にはこぼれてきたんですけれども、やっぱりそこにいるってことが大事ですね、朝香は。はい。角度はあんまなかったですけども、よく決めたなと思います。えー、っと、まあ、やっぱあと熊本はね、今年より、去年より一層ね、このね、6番の川原の、まあ、役割というのが非常に大事になってくるし、チームのね、柱となってくるのでしょう。うん。成長が期待できますね。えー、あとやっぱゴールキーパー佐藤優也。 はい。まあ、熊本のサッカーには合いそうだね。まあ、この選手やっぱボールサるの大好きだしね、うん。たまにバグった動きすぎる。急になんでそこにんのみたいなことあるけどね。やっぱそこが楽しいから、佐藤優也がいるチームってのは。ちゃんとセービング能力高いしね。基礎能力がしっかりしてるんで。たまにね、すごいポジショニングをしますけど。うん、たまにでもねえかな。えーっと、注目の選手はこの選手ですね。東で。 正直まだそんなプレイ見れてないので、なんとも言えないところなんですけれども。うん、はい。スタンメンでした、えー。今治の方はですね、えー、攻撃、フォワードのところで新しい顔ぶれが揃っておりまして、まあ、早い展開で攻撃を仕掛けるとかもありました。あと、島村なんかも入ったりして。えー、そうですね。うーん。 あ、近藤高虎の左サイドの、あのー、突破から30番武井だったかな。惜しいシュートのシーンとかもありましたね。まあそこら辺が新しく、こう、今治の特典の形になっていくのかな、みたいなところでした。はい。そんな感じで。まあやっぱりね、今治のこのスタジアムの雰囲気かなりいいので盛り上がってましたけれども。 熊本が1対0で勝利を収めております。はい。えー、宮崎、岩手。まあ、この試合は結構長い。前半はがっつり見てました。まあ、宮崎がどんなチームか知りたいしね。正直知らない選手ばっかりだから。まあ、大とか、前田。あとは、三村。と、これぐらいしか知らなかったね。 うん、どんな選手かなーっていうのをね、いろいろ見ていきました。この7番のチブうん。この選手がまあ、このチームの軸なんでしょうかね。はジアの岡山ネクストで長いーとプレイしてるんだ。うーん。中盤でよくボール触ってましたね。まあ、とセンターバックの井原と大。やっぱここはなんか、 硬さがありましたね。しっかりと弾き返してたかなぁとは思うんですけれども、まあ、勝ったのは岩手でした。やっぱ岩手は面白いメンバー揃えてきましたね。特に67分で下がっちゃったけれども、この20番西田に関しては今年かなりやってくれるんじゃないですか。去年カナダでどのぐらい出た ?9 試合だよね。そんな出てないもんな。印象はあんまそこまでないんですよね。うん いや、でも開幕戦からもいきなりこの西田めぐむの良さが出てましたね。クロスバーにシュート当たるシーンもありましたし、一人でほんと打開する力あるんですね。これは楽しみな選手だなと思いました。はい。まあ、あとやっぱ半四ってフィジカルありますよね。ぐいぐい持ってく。一人でコストプレイとかもできて周り行かせるし。 中野正臣もね、まあ、実際ゴールも取って、正臣のチームになっていくといいですね。こう、中野正臣、やっと自分の行き場所が見つかった感じがして嬉しいですね。やっぱ育成年代からいろんなね、経験しててさ、ベルディーではサイドバックとかもやって、今治とか行ってもね、なかなか結果残せなかった、怪我とかあって。まあしかしこの岩手に来て、やっと正臣の一番生きるポジションで試合出れて、 そして結果も残してきたってことで、本当に嬉しい限りですね。あと、まあ、ディフェンダー22番佐々木なんかも駆け上がってゴール、えー、マギアに絡んでいくシーンとかありました。よかったですね。えー、注目ポイントはね、前半21分くらいかな、宮崎の藤岡の惜しいシュートシーン、ポストに当たったシーンがあったんですけども、その時のゴール裏で、ね、見てるサポーターのリアクションをぜひ見てほしいですね。宮崎のサポーターなんですけど。 すっごいいいずッコけリアクションしてるんで見て、見てください、ぜひ。ぜひ見てください。ハイライトとかにも映ってると思うんで。これらのサポーターのリアクション、ほんと良かったですね。芸人ばりの。はい。まあ、そんな感じで、宮崎は結構ね、あの、まあ、まだもちろんやっぱり強度はそんなにないんですけれども、いや、早い攻撃が、まあ、 得意なのかなってイメージを抱きましたね。どちらかというと、地高よりかは速攻系のチームなのかなって思いました。うん。細かいパスワークは、とかよりも、うん。テンポよく、一気に駆け上がるみたいな、そんな感じの印象を持ちました。一方で、岩手はね、結構、バイタルの近くで長いことボール、ま、持っても崩すような形が今シーズン作れていきそうだなーって、なんとなく思いましたね。うん。 ちょっとやっぱ今年の岩って楽しみっすね。個人的に注目してます。えーで、岐阜八戸00。うーん。まあ岐阜の方はまだね、フルメンバーが揃ってないっていうのもありますけれども、やっぱ川西が自由にプレイしてるなっていうのと、あと吉浜惜しシュート打ってましたね、結構。うん、まあ J2 でもね、結果残してますし、はい。 去年は山口でそっかノーゴールに終わっちゃったんかそっかまあ J3 で得点量産といきたいところでしょうねまあ開幕戦は残念ながら取れませんでしたまあやっぱり岐阜はね経験ある選手が多いだけに支援運びはうまいんですけれどもまあ最後の点取るところですねうんまあ去年もちょっとそこは課題だったんですけどさあここにやっぱり柏木が入ってきてどうなるかなどう どこ誰のところに入ってくる楽しみですね、うんえー、で八戸の方はそうですね黒石ディフェンス入ってる島田、うん、とかが先発でしたね、うん、そうねごめんなさい今週は正直あんま見たいんでよくわかってないです <laughs> あんまりわかってないです ま、あこの両チームとも今後、ちょっとずつ見ていこうかなって思います。8度目はね、スターメンはそうだ。ゴールキーパー横山でしたね。戦、うん、票はなんて書いてある、うん、あんま、あんま大したこと書いてなかった。はい、ってことで。 以上です。<laughs> 薄い感想です。えー、次、讃岐長野。あ、2-0。ああ長野が勝ちましたね。まあ、去年は本当に昇格一歩手前まで行った長野。今年もいいスタートを切っております。はい。まあ、讃岐の方もね、栗田マーク・アジェイであったりだとか、そこら辺で惜しいシーンは結構作ってたんですけれども、うん、林なんかもね。ですが、長野が2点取りました。 やはりね、あずまのね、あの、なにボールタッチというか、やっぱ相手のタイミングを外す、あの、ゴールシーンの話ね。やっぱあの一個前のタッチはさすがですよね。うん、ディフェンダーも思いっきり釣られましたもんね。あれ誰だったっけ遠藤だったっけうん。遠藤、ゲインスそっか、もっと長のか。そうだよな。悔しいね。 確か33番だった気がするんだよな、直前で釣られちゃったの。やっぱな、ね、あそこの外す動きうまかったっすね。うん。そうだ、あれだ。お互いに選手が行ったり来て、ね、行き来してるんですよね。そういう意味ではサポーターとして結構面白い戦いだったかもしれませんね、森川は。はい。あ、で、そうそうそう。長野ゴールキーパー、新加入の、いやたがい。 やたがい。大阪体育大から。ああ、結構こうデータ見るとセーブ率とかもいいじゃないですか。キャッチとかも。パンチ率。へえ。まあそうだね。結構いいセーブしてたイメージはありますね。ハライトしか見てないけど。佐ンダの方はね。渡辺県太鍋県ですね。鍋県。まあ若いゴールキーパーですね、えー。最近若いゴールキーパーがどんどん出てますね。J1 でもね。 はい、でまあ長野は2点目山口新加入山口いいところにおりましたうんその嗅覚素晴らしかったですね跳ね返りをうまいこと詰めました、うん、琉球では22試合そっか琉球でてでも結構出てたんだね、はい、早速結果出せて、まあ、本人としてもちょっと一安心ってところかもしれませんね ということで、まあ昇格候補なのかな長野が2対0で勝ちました。まあ、佐々木の方は後半で言うとね、やっぱ渡辺、この選手は1人で突破できる力があるので、右サイドから、まあ、いいチャンスを演出してたんですけども、えー、ゴールを終わることはできませんでしたね。うん。長野が2対0で勝利。最後、鹿児島 VS 鳥取。 なかなか点が入らない他のゲームの中でこのゲームだけはかなり動きました。先制点は2分。かなり早かった。その他のゴール。まあ、鹿児島としてチームとしてやっぱその他がゴール取ったってのはちょっとでかい。ね、いい要素だと思うんですけども。いや、その攻撃、ゴールの形も素晴らしかったですね。流動的で。まあ、合流から。うん。いや、本当に美しい形でした。ウェズレイなんかもね、あの、早速フィットしてる感じもありましたね。で、 49分はセットプレイだったっけコーナーだったっけから中原でしたね。えー。まあ。なんか中原って開幕戦よく点取らない ?J2 昇格初年度の徳島戦とかもこの人取ってなかったっけ開幕遅くなんかもしれないな、うんまあ、っていう感じで、鹿児島がまあ、いい感じに順調にね、新監督のもとね。はい。 いろんなパターンで、まあ、2点とも違うパターンで点取ったんですが65分にまず鳥取が1点返す石田、うん、石田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 途中出場かそうですね途中出場石田が54分に入ってきて65分って10分で点取ったんだやるやんけで74分には田口も途中出場交代がバリズバーだったってことっすね 監督すごいね。高木さん。うん。田口が決める。そして90プラス3分劇的。荒井のゴール。荒井は先発ですね。いやー、このダブル荒井、本当に結構鳥取、今年いいとこまで、まあ、去年ももちろんね活躍してましたけれども。うん。いや、いい仕事しそうですね。いや、ぐんぐん相手投げ倒すように抜いてったもんな。 どっちの洗いだったか忘れたけどはいガイナーレ鳥取まあなんか外国人がいるイメージが強い印象のチームですけれどもガイナーレ鳥取ってフェルナン・ジーニョとかねですけれどもやっぱこの去年ちょっと経験を積んだ若い選手たち前線の特に選手たちが2年目となってまたね、うん、飛躍していきそうな予感はしていきます で、また石川大地とかね、こういう選手もいたりして、はい。面白そうなチームになりそうです。はい。まあ、そんなところでいいでしょうか。<laughs> えー、人表見ていらっしゃい。J3 の人票へー。まあ、そうだよね。2点取った長野が1位ですね。まあ、そんなまあ大切の順位見てもどうしようもないんですけども。はい、こんな感じです。 アスルクラブは10位になるんだ。これ。成績出た。J3 はみんな1点ですね。とッピエッタ。いないですね。はい。という感じで。まあ、あんまり得点が生まれなかったから、ちょっとね、あれかなってところでした。本当に、ガイナーレの鹿児島のゲームがね、一つだけめちゃくちゃ点入ったけど。っていう感じで節、次節 福島、横浜、沼津、今治、熊本、鹿児島、あ、ここら辺、九州ダービーでもう一つですね。藤枝、岐阜、あ、ここも割と近めの対決。鳥取岩手、あ、鳥取岩手、一番俺は楽しみかもんな。長野、宮田、きっと山、八戸といったカードとなっております。お休みのチームは、どこだパッとわかんねえぞ。どこだお休みのチームはどこだ探せ。 あどだかなですはい、さぬきがお休みです。はい、ということで、第2節も楽しみでございますね。うん。まあね、まずは初戦、どんなサッカーをするのか。はい、ここも注目でしょう。以上、J2 じゃない、J3 第1節振り返りました。果たして、なんか注目のプレイとかあったら教えてくださーい。